八尾市八条付近東埼玉道路は埼玉県南東部地域で共用、建設中の路線である。東北自動車道、常磐自動車道の保管を目的として建設され、全区間が国道4号のバイパス道路に指定されており、現在は一部区間の一般部が共用されている。本道路のメインとなるのは一部区間が事業中の自動車専用部である。 埼玉県八潮市の東京外環自動車道、草加谷市を IC、JCT から埼玉県春日部市で国道4号及び国道16号に接続する昭和インターチェンジに至る延長 17.6km の地域港、規格道路であり、1994年12月16日に計画路線に指定された。なお、本道路は昭和インターチェンジから首都圏中央。 連絡自動車道までの延伸構想があるが、計画は具体化されていない。越谷市内では、日本一面積の広いショッピングセンター、イオンレイクタウンが開業し、それによる越谷レイクタウンの街開きがされ、現在では、住民の生活道路の一部となっている。そのため、土日祝日を中心に、買い物客などの自動車で、主にレイクタウン北、レイクタウン南交差点付近は、 渋滞が頻発している。並行する国道4号の限動化した草加バイパスのバイパス道路ではあるが、直接本線と結ばれるのは終点側のみとなる。平日24時間交通量。ありがとうございます。